もう10年以上前から不動産協会でずっとやばいって言われてるのが台湾有事なんですよ。夢でも立ってます。夢で。はい。こんばんは、ミルクティー飲みたいです。ということで、今回も第20回目のミルクティーの裏側の世界、不動産編を始めていきたいと思うんですけれども、本当にミルクさん、改めましてこんばんは、ディレクターでございます。こんばんは。今回もですね、ディレクターの岩瀬さんとはいやっていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。本日のスペシャルゲストは、不動産 G メン滝島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。滝島さんはこういう不動産において、はい、その YouTube でいろいろ不動産業界の裏側とかお話しされてると思うんですけど、はいはい、どのタイミングでそういう活動をするようになったんですか？もともとですね、僕自身その結構不動産会社に騙されちゃった人の、まあ、ケアとかフォローとか処理とかをですね、ずっとさせていただいてたんですね、はい、でなんでそんなことをするのかっていうと、もうとにかくですね、悪い不動産屋さんが多いんですよ、日本は。もうびっくりするぐらい、もう何ですかね、モラルも低いですし、もう何だったら IQ も低いんじゃないかみたいな人がたくさんいるんですよ。でなんでそんな人たちが普通に商売できたりとか、うん、場合によっては上場してたりとかするんですけども、うん、それはなぜかっていうと、お客さんのねマネリテラシーが低い、うんうん、だもっともっとお客さんに賢くなっていただいて、そういう悪い会社が商売できなくなったら、結局のところみんながハッピーになって、はい、いろんな人がお金持ちになって経済が良くなるんじゃないか、景気が良くなれば僕も幸せになれるんじゃないかっていう気持ちで始めたって感じです。じゃあ今日は結構すごいいろんな話が聞けると思うんですけど、はい、最初に1個ズバリ質問したいんですけど、はいはい、何でも聞いてください。滝島さんがこれまで不動産業界にいて、いい土地とやばい土地っていうのは明確に存在すると思いますか？僕は基本的にはすると思ってます。お、はい、まあ、例えば住んでる人が幸福になる土地っていうのだと、はい、まあ、いくつか例があるんですけど、はい、まあ、例えば鎌倉のですね、まあ、とあるエリアとかですね、もう基本的に売り物が出ないんです。でその土地の持ち主を調べるとですね、はい、まあ、実はその岩崎弥太郎の一族が実は持ってるとか、もうそういうこの歴史上の人物の末裔たちが実は持ってる土地 で、はい、でそもそも売り物が出ないみたいな土地があるんですね。でそういうところって売り物が出ないってどういうことかっていうとですね、不動産を売却する理由っていうのは基本的にはネガティブな理由が多いんですよ。そうですね、亡くなったりとか、はい、相続とか、はい、事業に失敗したとか、はい、でそれなのに売り物が出ないっていうことは、はい、そこに住んでる人たちは多分ずっとハッピーだってことなんですね。そうですね、はい、で前回もですね、そこの土地がいくらかって調べようとしたら、はい、不動産流通機構というレインズっていうホームページがあるんですけど、はい、そこで調べたらもうそもそも履歴がないんですよ。ああ、もう売買とか取引事例が全然ない、はい、だそこは多分きっとハッピーな人たちがハッピーをもたらされている土地なのかもしれない。確かに、まあ、都内なんて屋敷跡って結構ありますもんね、はい、例えば小島とかって、はい、鍋島小島公園の近くが、はい、確か鍋島家の元々の屋敷で、はい、それ徳川家の元々持ってた場所だったと思うんですけど、はいはい、やっぱなんかなぜか昔から栄えてる人の屋敷があったところって今もお金持ちが住んでるってケース多いですよね、はい、ありますね。そういうこと災害がどうかっていうと、一般的にはや南海トラフの地震があるんじゃないかみたいな、うん、富士山が爆発するんじゃないかみたいな、はい、地震系の話だと思うんですけど、はい、地震はですね、実は準備をすれば言うほど被害はなくてですね、でしかも地震で建物が倒壊するのっていうのはほとんど地盤倒壊なんで、変な地盤のところじゃなければ家ってそう簡単には倒壊しないです、うん、じゃあ業界的に地震を気にしてるかってあんまり気にしてなくて、もう10年以上前から不動産協会でずっとやばいって言われてるのが、はい、台湾有事なんですよ。台湾有事、はい、もう台湾で戦争が起こる、はい、要は中国対実質的にアメリカの戦争が台湾海峡で起こるっていうのが僕らの不動産業界ではずっと話されてる。それがどういう影響が日本特に東京とかにあるんですか？これですね、まず一つは台湾有事が起こる可能性はずっと高いっていうのはもう世界では常識で、はいはい、詰まるところゆえに大型の海外からの投資が日本には来ないんですよ、うんうん、なぜならカントリーリスクがあるからなんですね、はい、でそれが日本の経済の発展を妨げてる要因の一つであると言われてるですね。
でさらに今年に入ってからなんですけど、はい、まあ、これはですねちょっともうぜひ眉唾なね、はい、まさに都市伝説で、あの僕が昨日夢でね見たような話と思っていただければと思うんですが、はい、去年今年になって特に大きい動きがありますって話で、はい、まずその自衛隊が兵器を買うための増税っていうのを始めましたよね、はい、でこれはどういうことかっていうと、本当にも危ないってことが政府が感じ取ってるんですね。今の予算では足りないんで、早急に自衛隊がアメリカから兵器を買うためにお金が足りないから増税しなきゃいけないということになって、これ本当はもういろんなもう議員さんが反対しなきゃいけない状況なのに、誰も反対しなかったのはもうそれほど追い込まれてるからなんですよ。で今自衛隊はもう実際にあの台湾有事が起こると、はい、でその時についでにロシアも攻めてくると、はい、でそうなった時におそらくも彼らは守れないっていうことを考えてて、はい、最前線訓練してるという噂を聞いたって話です、噂ですよね、噂です、あくまで噂です、はい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 、でかつ今その現実的な流れとしては、はい、あの熊本県の方に台湾の IT 会社が誘致されて、うん、まあ、今熊本が空前のバブルなんですが、もうそれ もう台湾の会社がどうか国民がもう台湾は危ないからってことでいろんなコンテンツを日本にも移動し始めてるんですよ。でこの熊本に IT 会社が移ったのももう何年も前から決まってて、はい、もうほぼそのために熊本空港は熊本県知事の指導のもと改築されたんですね。へえ、はい、で僕のですね、まあ、とある知り合いの弁護士が、はい、あの自衛隊の顧問弁護士もやってるんですけど、はい、この前お茶を飲んだ時に、うん、立島さんって台湾との戦争起こるからって言われたんですよ。え、戦争起こるかもじゃなく起こるからですか。そう、もう起こる決定、これは数ヶ月後か数年後か分かんないけども台湾との戦争起こるから、はい、戦争に向けてビジネスした方がいいって言われたんですよ。なるほど、はい、それでは大体どのぐらいのスパンかっていうのはあるんですか、はい、例えば5年以内とか3年以内とか。いやー、まあ、こればっかりは分かんないですよ。もうここまで動いてるってことは少なくとも数年以内の可能性はありますね。起こらないに越したことはないですよ、はい、でも相当もうそういう危機迫ってる状況だっていうのが不動産業界だったりとか、はい、その自衛隊関係だっていうのが夢で見たって話です夢で、はい、最初のテーマがですねこちらになります、はい、不動産業界の表では言えない闇について竹島さんにお伺いしていきたいなと思います、はいはい、有名なのはあれですよね、あの事故物件の告知義務っていうのが、はい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 、なんか都市伝説的には確か、次に誰かが住めば OK だけど、はい、実際はそれをなんかずっと、まあ、例えば残虐な事件が起きたってことは伝えなきゃいけない、はい、今のですね、あの事故物件の告知に関する話は民法が改正されて明確に明文化されまして、はい、あのよくその次の人が誰か住んだら、はい、もうそれは告知しなくていいっていう噂が流れて、これは嘘で、はい、もう今明確にですね重度の事故物件であれば、はい、基本的には未来永劫を言わなきゃいけないですね。未来永劫。じゃあその重度か重度じゃないかっていうのはどういう線引きかっていうと、はい、まあ、ちょっと言い方に語弊があって若干正確じゃない言い方かもしれないですが、基本的には死体が腐ってるかどうかです、はいはい、中で腐乱していた場合は基本的にはずっと未来永劫を告知しなきゃいけない。ってことは逆に言うと、はい、綺麗な死体だったら大丈夫です。大丈夫です。大丈夫だし、まあ、あとはそのだから自然死とかね、はい、単純は全然もう言わなくて大丈夫みたいな、はい、なるほど。いわゆるその匂いとか、はい、シミとかそういうことがいわゆる関わってくるってことですか。やっぱりこれは心理的瑕疵ってやつなんで、その匂いとかシミはもう全部ぶっ壊して取らなきゃいけないんですよ。もうあの人間って死ぬと液体になるんで、はい、もう本当なんですかね、老人が孤独死して20平米ぐらいのワンルームだったら床2センチぐらい肉の泥になるんですね、うんうん、でなんでもう全部もう部屋中がかなんか草屋みたいな匂いになるんで、うん、床も壁もキッチンもエアコンも全部ぶっ壊して取って躯体だけにした挙句匂いを取るための乾燥扇風機みたいなのをずっと24時間1週間ぐらいかけてようやく匂いが来てるんですね、はい、ですからそういったものは全部なくなるんですけど、一応ここで腐乱死体が出ましたってことはもう言わなきゃいけない。あとはやばかった物件で言うとですね、うん、これは僕は現実には携わってないんですけど、はい、あの歌舞伎町にですねすごい業界で有名なマンションがありまして、
2LDK で家賃がですね5万って部屋があったんです。5万、歌舞伎町で。歌舞伎町で。でなんでかっていうと、まず一人目が若者が死んだんですね、はい、部屋の中で。自殺。自殺じゃない、ただ単に死んだ。死んでた。病気でも何でもなく突然死んでて、はい、で2人目も死んで、はい、で2人目が死んで気味悪がって誰も住まないんで5万円になったんですよ。でそれで、まあ、結構有名 で管理会社に電話すると、はい、ここ2人連続で死にましたけどそれでもいいですかって聞かれるんですよ、はい、で怖いじゃないですか、はい、って話をしてたら 僕の友達がそれ面白いから俺の友達住ますわみたいな感じで、ね、はい、言ってきて、はい、で問い合わせたら、すいません先日3人目の方が住まわれたんですが、はい、やはり亡くなったんで貸し止めになりましたと。貸し止め。貸し止めを貸さない。貸さない。はい。なんか僕の、まあ、知り合いっていうのは、はい、オカルト系の知り合いには喜んでそういうとこ行きたがる人いるんですよ。はいはいはい。もう教えてあげたいですね。でこれですねちょっともう10年以上前で、はい、僕もはっきりした物件名とか全く忘れちゃったんですけど、はい、まあ、当時新宿界隈の不動産屋では有名な物件。へー、はい、ちょっと気になってるのは、はい、まあ、最近やっぱタワーマンションとか人気じゃないですか、はいはい、他にもあと何ていうんですかベイエリアって言われてる、はいはい、あの海ら辺、はい、あの辺でなんかまあ人気あると思うんですけど、はい、その裏に何か不動産業界の闇があったりしないですか。まあ、基本的にはあの大規模開発物件というのは、はい、あの何らかの大きな組織からの買い取りなんですね、大手ディベロッパーが、うん、まあ、単純に言うとあの今流行ってる晴海フラッグとかは、うん、東京都だったりからの引き渡しじゃないですか、うん、はい、で仕入れ値が安いんですごい安値で販売してるわけですけど、うん、まあ、当然その安値で売るってことは本来よりも売り主が損してるわけで、はい、でなんでそんな高く売らないのかっていうと僕らの税金だからですよね。あ、今ちょっと話してて余計なこと喋ってるなって思った、はい、ちょっとリアルすぎました。リアルすぎましたね。全然都市伝説でもなんでもただのリアルな話でしたね、はい、まあ、ですからまあこれはまさに都市伝説ですけど、はい、まあ、計画を作る人っていうのは誰かっていうと国なわけですよね、はい、で国の計画を立てる方っていうのは政治家さんなんで、はい、その新たに開発される駅とかの沿線の土地はもうなぜだかその政治家さんの親族とか知り合いが持ってるとか持ってないっていう噂はやっぱりあるし、まあ、実際調べるとそうだったりとかすることとかっていうのはありますよね、はい、じゃあこれちょっと都市伝説みたいな、はい、ちょっとバカな質問なんですけど、はい、不動産界の、はい、ドンというか、はい、まあ、それがどういう業界の人で、はいはい、まあ、そのぼかしていただいていいんで、はいはい、存在しますかそういう。いや、します、します。100% します。 100% しますか。 100% します。まあ、それは昔からその、まあ、財閥の歴史とか、はい、そういうのとも関係してるんですかね。もちろんあのしてると思います。やっぱりそういう昔からの何らかの流れとかがある方が、はい、政治とかのトップにもいらっしゃるわけですから、まあ、近年でもいろいろありまして、これなんかあれですかね、後半の有料パートで言った方がいいような気がしたけど、言っちゃって大丈夫ですかね。どうですかね。どうですか。聞きたいな。聞きたいですけどね、はい、え、途中まで話すって感じですか。あ、じゃあもう、あ、どうしよう、どうしようかなでも聞いちゃっていいですか。いいですか。これ あまりにも何ですかね、アンリアルなんで、ちょっと漫画の話みたいに聞こえるんですけど、はい、まあ、例えばって話ですね。これも僕が夢で見た話ですよ、はい、例えばって話なんですが、あの僕オリンピックお兄さんって呼ばれてただけあって、オリンピックすごい大好きなんで、はい、そのオリンピック関係の話っていうのはいろいろ入ってくるわけですよ、うん、大会組織委員会にも知り合いがいますし、うん、国立競技場っていうのがありましたという話、はい、でご存知の通りあれ建て直されたわけですよ、はい、であれっていうのは別に建て直す必要もないですし、うん、そもそも改修で十分なわけだったわけですね。歴史もあったわけですが、はい、でそれをわざわざあのエリア全部ぶっ壊したわけですよ、うん、はい、で当然ですがそのぶっ壊すにあたってかなりの土地がその東京都に収容されたわけですね、うん、でその新宿からその周辺の土地っていうのがですねかなり、あのよく調べないと分かんないんですけど反社会勢力の方の土地が多かったと言われてるんですね、はい、でこれが
反射法っていうのがもうできまして、はい、売ることも買うこともできない土地っていうのは実はですね日本中に今も点在してるんですよ、はい、で反射法っていうのがもうすごい法律で、はい、もしもその売却した土地が反社会勢力のものだと発覚したら契約した価格の 100% をペナルティーで払えっていうとんでもない法律なんですよ。聞いたことあります。利益享受みたいな、なんかその反社に利益を渡してしまった、そう与えてしまったと。だからもう基本取引危なくてできないんですよ、はい、でそれを今回このその新国立競技場の建て直しのどさくさに合わせて、はい、直接そういった会社から買い取りはできないんで間に何社か挟まって、はい、東京都が買い取って建て直したというね噂があるんですね。でそれを仲介したのがもう誰もが知ってる超有名な政治家で、はい、その政治家さんにはもうとんでもない額のバックマージンが入った。なんで僕らはそもそもあれは反社の土地を使ってその大物政治家がバックマージンを使うもらうために建て直したんだよねっていうのがどの程度の常識かっていうと不動産会社同士で飲みながら何々先生は儲かっていいよねっていうぐらい当たり前の話なんですよ。なるほど。いやしっくりきたな、はい、すごいしっくりきました。でもそんなのは誰も YouTube で言わないですし、はい、で僕も当然これ夢の話ですよ。全部何もか調べたりしないでください。全部夢の話で妄想の話で身も蓋もない根も葉もない話なんですけど、はい、っていうようなことがあったかもしれない可能性があるって話ですね。そういう可能性があるかもしれないっていう話ですね。そうです。で現実多分その不動産と政治家の話っていうのはかなり切っても切れなくて、うん、で現実多分なんですけどこれもよく僕らが話されてるのが人間ってたまに刺されて死ぬじゃないですか、はい、事件とかで、はい、でほとんどの事件っていうのはめった刺しで殺されるわけですね。そうですね。でそれなぜかっていうと人間ってそう簡単に死なないんですよ、うん、で人を刺したら痛くて暴れるわけですよ。そうですね。で暴れられるから刺した方もパニックになってブツ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 刺して、うん、なんで全身何十箇所の傷とかになっちゃうわけですね、うん、なんでドラマみたいになんかたまたまプスッと当たってあーって死んだりとかって絶対しないですよ。しないです。しない。そんなドラクエの毒針みたいなことは起こらないです、はい、でもたまにニュースで見てると、はい、人差しで殺されてる人っていうのがいて、はい、そういう人に限ってなぜだかよくわかんないトンネルの中とかよくわかんない山里とかでなぜかその人が一人でほっつき歩いてて人差しで殺されてるって事件がよく見てるとあって、はい、しかもそういう事件に限ってなぜか続報が出ないですよ。あでその人の素性とかを調べるともしかしたら何らかの不動産取引に関わってるかもしれないかもしれないよねみたいな妄想です。いい妄想、はい、いやいい話だな、はい、いやまさに闇ですねこれは。すべて妄想です。次のテーマは僕のチャンネルでもよくやっていて、はい、多分気になってる方も多いんですけど多いと思うんですけどプロから見た、まあ、いい土地いい物件あるいはいみちの見分け方っていうのありますか、はいはい、最近ってやっぱ土地開発したり、うん、その川埋めちゃってるから、うん、例えば分かんなくなってたり、はいはい、あるいは目黒川みたいな、はいまあ、観光スポットになってるから、はい、すごい土地としては低い場所にあるけれど、はいはいはい、高い場所ってあると思うんですけど、はいはい、そういうところはどうなんですかね。これ好みなんですけど、まあ、僕は住まないですね少なくとも。やっぱり河川の近くっていうのはあまり良くないと思いますし、うん、あとはそのどうしてもその河川の近くに住むのであればこれ物件の見分け方なんですけどこれなかなか調べるのが難しいんですが、はい、先ほども言いましたけど結局のところ建物が倒壊するとっていうのは、うん、地盤倒壊なんですね、はいはい、で地盤倒壊っていうのは何かっていうとその本当にそこそこにある岩盤っていうのはそう簡単には崩れないんですよ、はい、でその上にある部分が結構崩れやすいんですね、うんうんうん、ですからそこまでちゃんと杭を打ってるかどうかってことが重要なんです、はい、で RC の建物とかは建築基準法があるんでもう大体さすがに杭が立ってますが、はい、建て売り住宅とかだとそこまで基準が厳しくないですよ、うんうん、でそうするとですねそのベタ基礎とかで、はい、ベタ基礎にもピンからキリまであるんですけど安いベタ基礎とかだと、はい、本当にもう表層の部分しか改良してなくてイメージで言うと豆腐の上に板乗っけて家建ててるみたいな家があるんですよ。うんそうすると場合によってはその川の近くとかですと液状化とかしちゃってやばくなったりとかするかもしれない。後半のテーマがですねプロの不動産屋が見た本当にやばい事故物件やばい土地
ということで、かなり最近まで新宿の結構駅前にですね空き地があったんですね。わかるかもしれないです。なんで空き地なんだろうって話で、うん、なんでここは誰も買わないんだろうっていうと、はい、やっぱり反社会勢力の方の土地今なってるってこと言っちゃいますねちょっとこうやってプロの方とこうなんていうの、不動産の内見とかでは話すことはあっても、はい、こうじっくり話す機会っていうのはなかったし、やっぱ独学で土地について調べてることもあったので、やっぱこう経験値があるプロの方の話が聞けて本当勉強になりました。いやいや、もうこちらこそ、あのもう本当見識が深いですね。ミルクティーさんのお話も聞かせていただいて、かつも大好きな番組に出させていただいて、本当もう光栄以外何物でもないです。あ、そんな、はい、もうちょっとさすがにそこまで言われると信じがたい本当です、はい、あの本音を売りにしてますね、はい、本音売りに、はい、ありがとうございます。あの角川さんからですね、誰でも儲かるわけがない初めての不動産投資必勝ルールというですねタイトルのですね本が8月2日発売されます。よかったら皆さん買っていただければと思います。あの僕自身のですねその不動産投資のまあ歴史というかですね、やってきたこととかですね、あとはこれはですねいわゆるノウハウ本ではなくて、不動産投資を始めるための心構えとか最低限身につけておくべき知識の話が書いてありますので、あの不動産投資に興味がなかったとしても家とかも買われる方もいらっしゃると思います。少しでも立ちになるようにと思って書いた本ですので、ぜひ手に取っていただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ミルクティー飲みたいでした。来月またお会いしましょう。バイバーイ。